武田実況部長の中森です。では今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。鉄壁と速読英熟語ならどちらを先にすべきですか。鉄壁の前に例えばシステム英単語とかターゲット1900みたいに単語帳何か一冊やってる前提であれば速読英熟語優先でいいと思います。鉄壁が2冊目の場合ですね。で、鉄壁が1冊目の単語帳だっていうのは鉄壁優先でいいと思います。要するに単語なんか一通り押さえてから熟語をやって、その後鉄壁で派生語とかしっかり覚えていくっていう使い方なら、まあ、速熟先、鉄壁で普通に単語見出し語から覚えていくっていうなら鉄壁先で考えていてください。分かりやすい数学の参考書を教えてください。まあ講義が詳しいものっていうと、まあ、よく使われているシリーズでいうとマセマの初めから始めるとか、元気が出るよとかのシリーズ、あとは、学研から出てる優しい高校数学のシリーズ、あとは、まあ、坂田先生の、シリーズですかね、分野別の、シリーズとかあたりが結構やっぱり分かりやすいシリーズとしてはよく、定番かなっていうふうに思いますね。まああとね、この間、出演していただいた小倉先生の数学とかも結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、まあそういったものをね、中心に使っていくといいんじゃないかなと思います。10時間勉強する気合は十分なんですけど、具体的に何に何時間やったら10時間になるんですか。例えば文系だったら3教科やる人だったら1個3時間やったら9時間になるわけじゃないです か。 だからそういうのをまずベースに考えていった時に、何科目まずあるのか、でそれにそれぞれに何時間使うのかってまず考えた方がいいと思うんですね。例えばその理系で、理科も含めて4科目やるっていうなら、10時間あれば3時間3時間2時間2時間とかの使い方とかができるわけじゃないですか。だったら英語と数学に3時間ずつ使って、理科に2時間ずつ使うとか、もしくは特化させて数学メインでやっていくなら、数学を例えば6時間もう使っちゃって、でもう理科は1時間1時間で英語2時間みたいないうふうに語らせてもいいと思うんで、まあ、まずは優先したい科目に何時間使うか、かつ全部で何科目やりたいかっていうので最低1時間使う科目、勉強する科目は切らないようにっていう割り振りで、まあ、優先したいものか均等があるか均等にやりたいかっていうので、まあ、時間配分決めていくといいかなっていうふうに思います。勉強始めの段階だったら1教科でも武器になるものを作った方がいいと思うんで、極力その勉強時間のまあ半分近くは1科目とか1教科に使ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。部活引退してからの気持ちの切り替えってどうすればいいですか。まずね、その引退もうしちゃってんならあれだけど、する前の時点から勉強を少しでもする習慣をつけておいた方がいいかなっていうふうに思います。で、気持ちの切り替えに関してはまずその短期間での目標を早めに決めてやっていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。結構やっぱり勉強始めて急に時間増やすと割とテンションがねやっぱ持たないとは思うんですよね、なかなか。なので例えば一冊の参考書をいつまでに終わらせるかだったり、もしくはその武田でいう日大レベルをいつまでに終わらせようだったりとか、そういうその受験よりも前に決められるような目標をベースに、一旦そのどれぐらいのペースでいつまでに終わらせればいいかなっていうのを考えて、まあ動いていくと、いいんじゃないかなっていうふうに思います。高3で、今日受けた当時センターレベル模試英語は159点の KO 志望です。基本コーナーを募集したのですが、入門70飛ばして基礎100に行くかポリポリに行くか入門70やるか考えています。どれがいいと思いますか。まあ入門70は正直こんだけできてるのはいらないかなとは思いますね。基礎100はまあやりたきゃやってもいいけど、一旦マーチの長文入ってみていいんじゃないかなと思います。でそれである程度量をこなしていけそうだったらポレポレにもう行っちゃって、でいざマーチ解いてみたら、いややっぱちょっとこのレベルだと解釈厳しいなってなったら基礎100追加でやるか、まあ、基本はここではもう一回ちゃんとやり直すかでいいんじゃないかなっていうふうに思いますですかね。まあ、159点も取れてれば基礎は十分身についてるかなっていうふうに思うので、一個上のレベルに行ってみてそこで困るかどうかを元に判定するといいんじゃないかなと思います。といったところですかね。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。